年間1000本のテストを作る編集プロダクションクラウドゥーワンです。もう一度学びたいご教科、今回の動画は国語チームからです。どうぞ。今回は2024年度入試版、高校入試でよく扱われる作家小説編をご紹介します。ご紹介する作家の作品や最新刊を事前に読んでみることで、試験に知っている作品が出ることもあるかもしれません。2024年度の47都道府県公立高校入試に出題された作品の中で出題件数が多かった作家をご紹介します。なお、最新刊に関する情報は2024年6月24日時点のものです。最も出題数が多かったのは辻村美月さんでした。全5件のうち全てが2023年に出版されたこの夏の星を見るでした。これ以降の小説の最新刊まだ出ていないようですが、エッセイ集であるあなたの言葉をが2024年の4月に刊行されています。辻村さんは以前動画でご紹介した高校入試によく出る作家ベスト5小説編でも5位にランクインしていました。続いて全3件であった同率の作者4名をご紹介します。1人目は上野歩さんです。2023年に刊行されたお菓子の船が全3件で使われていました。最新刊は2023年9月に刊行されたホームルです。2人目は高森美幸さんです。2023年に刊行された藍色チクチクが全3件で使われていました。最新刊は2024年の2月に刊行された小田くんちは南部せんべい店です。3人目は牧目学さんです。2023年に刊行された8月の御所グラウンドが全3件で使われていました。こちらの作品は令和5年の直木賞を受賞しています。そして今月6月のブリブリギッチョウが新たに刊行される予定です。4人目は牧亮介さんです。2023年に刊行された「忘れな草を探して」が全3件で使われていました。デビュー作である本作で第32回鮎川哲也賞優秀賞を受賞しています。自作の情報はないようなので今後の情報に期待です。いかがでしょうか。これを見ると分かるように47都道府県公立高校入試では新しい作品が使われることも多いようです。書店に行った時には最新刊に注目してみるのもいいかもしれません。以上、2024年度入試版、高校入試でよく扱われる作家小説編でした。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。